鉱鉄鋼仮称の針鉄鋼。針鉄鋼は本来はこのような結晶型は取らない。仮称、または仮像とは鉱物の結晶型が保たれたまま中身が別の鉱物によって置き換わることで本来はあり得ない外形を取る現象。鉱物の外形が他の鉱物の仮称である旨を表記する場合には元の鉱物名に仮称と付ける。例えば、 高鉄鋼の結晶を別の鉱物が置き換えて、高鉄鋼の結晶外形を保っているときは、高鉄鋼仮症のように表現する。自然界の物質には、長期間の代謝や風化によって、仮像を起こすことがある。仮像には、物質中の分子配列が単に変化したり、成分の増減により蘇生が変わる変質仮像と、物質中の成分が化学変化や置換によって、 全く入れ替わった結果、元の自然物との間に何らの科学的関係のなくなった交代化リゾートがある。自然物が鉱物の結晶であった場合、色、コード、その他の特徴が交代化リゾーを起こし元の結晶型が維持された鉱物を元の鉱物の仮称と呼ぶ。鉱物から鉱物への置き換えの一例にあらごないと仮称の自然同相性があり、ボリビアのコロコロ銅山で、 イギリスの銅山会社が算出を報告した。なお、途中の化石が仮像を起こすことはよくある。軽鍵は、リグニンの沈着で木質化した部分がシリカと置き換わったもので、木の細胞構造が保たれた完全な抗体仮像である。恐竜の化石やアンモナイト2枚以外には、アパタイトやアラゴナイトがシリカで置換されたものや高鉄鋼で置換されたものが見つかっている。 これらは通常は仮症には含めない。仮症となる原因としては、多形の関係にある鉱物同士が温度や圧力の変化などにより入れ替わる場合、鉱物が化学反応を起こして似た、蘇生の鉱物となったり一部の成分が取り残された場合、鉱物が溶け去った後の空間を別の鉱物が埋める場合と結晶の表面を覆う拡状の場合、高鉄鉱と入れ替わった、 酸化鉄の立方体変質仮像の一つが、多形による仮象で、元の結晶の形状を保つ。アラゴナイト仮象の自然道。尺銅鉱と孔雀石の変成が見える、藍銅鉱の結晶の一部が孔雀石に変わりつつある。モノ鉱体仮像の一種では、鉱物の置き換えが部分的に限られる。化学反応によりある鉱物の素性が類似の素性に変わる場合に典型的に起こり、 生成物の結晶は元の仮晶を保つ。硫化鉱物の一種型、塩鉱仮晶の硫酸塩鉱がその例である。その結果包晶が見られ、例えば硬塩鉱を包む硫酸塩鉱は元の核水の形状をしている。洞窟仮像は仮晶が分子レベルのみ変化した場合のこと。科学的な蘇生も見た目も元の鉱物も仮晶も同じで構造のみが異なる。 アラあカリショ章の崩壊石のほか観覧石もしくは、計算塩鉱物カリショ章のジャモン岩、石膏カリショ章の鉱石膏、鉱鉄鉱カリショ章のカッ鉄鉱フェイオ NH2O 他を,を言う。放あるいは川からカリ像では、元の鉱物を他の鉱物が包み込み、安定して、元の素材あるいは、鉱物の形状を保ち元の鉱物は溶解する。また、内部の空間を、 他の鉱物が埋める仮称が重点仮像である。古生物学の分野で知られる化石の経科目やアンモライトなども仮称と呼ぶことがある。しかし厳密には仮象のことである。ありがとうございます。